Thank you.
メラルドはそう簡単には見つからないか。どうしたんだ？こいつらこの島の特殊部隊らしい。作戦行動中で苦戦している。お前も話せるんだな。でこいつらを放ってはおけない。俺は行くぜ。された舞台だ。さあ前進だ。熱い熱いね。お前好きだねこういうの。彼らはどうしてココたちを助けている？彼らとココは何の関係もないはず。なぜ干渉する？
Thank you.
でかい壁だな。穴も同じくらいでかいぜ。
なのか。これは何かを伝えようとしているのか。すげえ防壁だな。俺の島の参考にしたいぜ。今のは一体何だったんだ。彼が金色になり向かってきました。スーパーソニック、今回ばかりは必死じゃな。スーパー、しかしなんて科学力じゃ。 AI プログラムがこうして擬態化しておるんじゃからな。まるで人間のように見えるぞ。魂までは無理のようだがな。魂、何のことか分かりません。それは一体何ですか。いいから命令を実行しろ。承知しました。
Thank you.
理不尽だ。なんでお前は電脳空間を行き来できて、俺は外に出られないんだ。さあね、あの空間ではみんな違った体験をしてるらしいからな。そうか、俺には抜け出す方法がわからん。お前はどうやってるんだ。俺にも理由はわからない。ただ天からの声に導かれて島の探索がはかどっているんだよ。一方通行だけどな。なんだそれ、なんで俺にその声が聞こえないんだ。
カオスエメラルドの保管に利用されてたあのメカどう思う？保管？いや、あれは保管というより保護だ。それとパワーの利用目的か。お前だってカオスエメラルドの無限のパワーを知ってるだろ？いくつかあれば古代人が生活を送るのには十分なエネルギーだったはず。遺跡や電脳空間に動力を供給するには十分ってことは、何らかの理由でエメラルドが使えなくなったことが古代人の消えた理由なのか。確認したところ、彼は自由に電脳と現実世界を行き来しています。相変わらず忌々しいやつめ。いつもあいつはむちゃくちゃしおる。彼は排除すべき存在です。彼との付き合いは長いのですか？ああ、いつもわしの邪魔ばかりしおる。うん？やつを排除すると言ったか？つまりそのこの世から消すと。はい、ご命令は必ず実行します。何か問題でも？バカ野郎、なんでとっとと言わないんだ。どうすんだよ。相変わらずだな、ナックルズ。ここは危険だから部隊を移動させたいんだが、孤立した部隊がいるらしくてな。じゃあそっちは俺が、こっちは頼んだぜ。冷静にな。おう、冷静に。Thank you.
これが作戦本部か。どうしたナックルズ。この建物どういうことだ。故郷の遺跡みたいだ。この島とエンジェルアイランドに何か関係があるのか。なぜエキデナ族の起源と関係が。は何が起きたんだ。前線がすぐそこまで迫っている。一族の手がかりやらせるか。俺に任せろ。お前は部隊に指示を。密集陣形。
昔、俺の種族はサンジによって全滅した。この島にこいつらしかいないのも、俺が最後のエキドナ族だということを思い出させる。エキドナ族の歴史は今でも覚えてるぜ。マスターエメラルドで繁栄したんだよな。俺は一族の起源を何も知らない。マスターエメラルドを守ることが全てだと。昔のことだしな、知らなくて当然だろ。いや、マスターエメラルドを継ぐ者として起源を知る責務がある。人生をかけるに値することだ。ああ、体が戻ったらね。彼は可能性に満ちている。一体なぜなの？条件更新、やはり彼らは死ぬべき運命。変えられない。Thank you.